青ダモとは、木製かトネリコ属の落葉紅葉樹である。別名で、小葉のトネリコ、青タゴとも呼ばれる。樹形の自然な雰囲気を活かして、庭木などの植栽に使われるほか、材の特性を活かして、バットやテニスラケットなどの材料になることでも知られる。和名青ダモの、青の由来は、雨上がりに樹皮が6小色になること、枝を水につけてしばらくすると水が青を帯びた色になる。 こと高級感を出すために黒木に加えて生木を作るための着色剤として利用されたこと青い染料に利用されたことなど諸説ある日本では沖縄を除く北海道から九州まで産地に広く分布している南千島や朝鮮半島にも自生している野山に自生するほか街路樹や公園木などに植樹されることも多い落葉紅葉樹中高木で 樹高は多くは5メートルほどだが、樹高が約15メートル、太さが50から60センチメートルほどに達するものもある。幹周は株立ちにもなる。成熟した木の樹皮は滑らかだが、地類が付着し白っぽい、縁模様ができることが多い。葉は奇数羽状複用で3から7枚の小葉が耐性する。章葉は4から10センチメートルほどで、周囲には巨種がある。 灰色はやや薄い緑色。秋になると黄色く紅葉する。夏季は4月から5月。私有一種で、小花は、塩水果樹を出して、白い5から6ミリメートルの小花を多数つける。両生花には、いと2本の雄しべ。小花には、いがなく2本の雄しべがある。秋には、果実が成熟する。長さ2から4センチメートル、幅3から5ミリメートルほど。 幕状の羽を持つ、翼下で風を利用し遠くまで飛ばす。トネリコとの判別は、流木でも、木材でも難しいとされる。灰色の木肌と、まっすぐに伸びる幹と枝のライン、ほのかに、明るい緑から感じられる山の雰囲気を生かし、株立ちを選んで住宅の庭木などの植栽に盛んに、使われる。日向から、半日影を好むが、西日を嫌うため、 東から南にかけての緑地に使う。成長の速度は遅い方で根は深く、土壌は乾燥気味で土質を選ばない。北海道中部から九州までの範囲で植栽可能で植え付けの適期は3月から7月と10から11月とされる。施肥は1から2月に行い、剪定は12から2月、6から7月に行う。暑さには強い方だが、雪害で、 枝が折れることがある。材は硬くて強く、粘りがある特質を活かして、様々な用途で使われた。日本では、木製のスポーツ用品の材料、特に野球で使われる木製バットや、テニスラケットの原料にされる。天秤棒、はなどの器具材や、機械材、家具材としても使われる。建築材として、床柱などにも使用される。資源の枯渇とともに、 これらの用途も減少している。生木でもよく燃えることから漁師が焚き木として利用した。枝や樹皮を水に浸すと、水が藍色の傾向を発する。この水は染料として使われた。また、アイ犬は刑をするときの消毒に用いた。また、樹皮は民間薬としても利用された。主な成分はクマリン配当体で、消炎解熱作用、死者。 利尿作用や尿酸を排出する作用があり、通風、血跡の治療などの効果があるとされる。通常、青玉の丸太剤からは4本のバットを取ることができる。成長が遅いためバットの素材に加工できるまで数十年かかる。しかし、計画的な植林、伐採が行われてこなかったため、バットに適した高品質な剤の確保が困難になっており、 輸入材のホワイトアッシュを利用する割合も大きくなっている。かつて青玉は日本でバットの素材の主流であったが2000年代に MLB でバリーボンズがメープル材を使うようになるとメープル材を使用する選手も多くなり青玉材を使用する選手は減少した。しかし一郎など粘りのある青玉材のバットを好む選手もいる。2000年には行政、 野球関係者、バット生産者が一体となって、青玉資源育成の会が、発足、資源を確保するための取り組みが行われている。米倉孝治、梶田忠し。フラキシネスレニュージェノーザ・コズ・エフセルロタ・ムラタ。BG プランツワミョウ学名インデックス。2021年6月12日閲覧。米倉孝治、梶田忠し。 フラキシネス・レニュージェノー・ザ・コズ・バリエーション・セルロタ・エイチ・ハラ。BG プランツ・ワミョウ学名インデックス。2021年6月12日閲覧。ヨネクラ・コ田ジ・カジタ・タダシ。フラキシネス・シーボルアナ・ブルーム・バリエーション・セルロタ・ナカイ。BG プランツ・ワミョウ学名インデックス。2021年6月12日閲覧。ABC ・西川・英民町。 小泉昭を監修。種類。特徴から。材質。用途までわかる樹木と木材の図鑑草原社。2016年。8ページ。ABCDEFGHIJ 正木里都市 2012P32ABCDEFGHIJK 西川。A 明著。小泉昭を監修。種類。特徴から。材質。用途までわかる樹木と木材の図鑑草原社。2016年。 9ページ、ABCD 山崎聖子2019、P139、ABC 山崎聖子2019、P138、バットの森づくりトップ北海道水産林ムブ、森林環境局森林活用課ホームページ2016年9月5日、閲覧。ありがとうございます。